訴求パターンに入ります。はい、訴求何に入りますか？パターンです。はい。パターン、まあ、2パターン以上ありますね。鍵括弧から一貫性等式で訴求するパターンと、鍵括弧から過半数いって訴求するパターンとあります。で、ちょっとやってみますね。鍵括弧一貫性等式、この商品すごくいいって皆さんおっしゃるんですね。スタートしないと何も始まりません。どうかこの機会にご決断ください。まあ、これが今の一貫性投資のパターン。関数やりますね。入会して本当に良かったって皆さんおっしゃるんです。皆さん本当に喜んでいらっしゃいますので、どうかこの機会にスタートしてください。これが関数のパターンっていう形ですね。まあ、どっちでもいいんですけど、うまく使って訴求をしてください。で、なんて言ったらいいか決めといたら言えますのでね。最後の押し、もうクロージングシグナルになってたらこれ言うだけです。服屋さんとかでイメージしてもらったら分かりやすいんですけど、もうジャケット見て欲しそうに思ってたらもう30秒以内にこれどれか言うだけです。プレゼンテーションでもそこまで来たらそれ言うだけって感じですね。で、これたまにね、ライティングとかセールスライターの人がよく言うのが、